妙高山上昇院は、佐賀県佐賀市本城町がのこにある日蓮州の仏教寺院である。佐賀藩主鍋島市の藩祖以来の外赤家門で、代々重臣を務めた石井氏の菩提寺であり、鍋島市の純菩提寺、祈願寺でもあった。また、東山境内は、戦国時代に石井氏の居城であった、飯森城の跡地と伝わる。旧本山は、佐賀市、高木町の観賞院。 親やし放炎。影響元年9月、非全国小軍出七氏の赤信で、当地の領主であった石井越後守る県主部、大輔忠国が、解散に本国自問流本立に知事承認大徳を、所聘し、回帰したと伝えられている。創建当初は、本前寺と称した。創建当初、石井氏は小軍出七氏の理領であったため、 千葉城下の石井屋敷を本拠としていたが、中国は千葉家中で立身し、過労に出世し、当地に所領を得て、着南式部、大助忠康の代に、当地に土着。本前寺付近にあった、飯盛森城に本拠を移転させたため、登山もますます発展した。忠康の総尊兵部商有常延の代の、元気元年、飯盛森城を拡張するために、本前寺を、 集落の南方に移転させたが、天正八年に、常延の成居に際して旧地に服した。その後、石石屋敷の佐賀城下への移転、かつ地業替えにより、当地を去ったことから、寺は一時期衰退した。現那元年に至り、佐賀藩書大藩主、鍋島勝重が、外祖,祖父常延の母提を弔うため、寺を再興し、六十五国ごとの寺領を寄進し、鍋島市の純母大寺。 祈願寺となした。その際、常のの法名である、上昇院伝常祝日兄弟仁義にちなんで、上昇院と改められた。ありがとうございます。